ちょっとそんなところでノリノリになってんじゃねえよ。当たったじゃないか。土のドリームフロア。何？え、土の、なんかキュッピーおる。え、なんか今までと違う旗のマークとかあるんやけど。回復したことりあえず。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ？大丈夫です。え、なに？ここに来て説明なしっすか？今まで全部新しいフロア説明あったじゃん。鍵がかかっているみたい。とりあえずあっこの旗んとこに行けってこと？あおりやん、さっきのやつ。ん？なんか松明渡された。土のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。あ、こっから説明？一体ここはどんなフロアなんですか？ここはゴゴゴゴッドファーザー様のお力で薄暗い洞窟を再現したフロアだ。洞窟。ここのクリア条件はシンプルそのもの。洞窟から脱出すれば OK だ。迷路みたいな感じってことかな。なんだ、そんなの楽勝だぜ。ただし、この洞窟は厄介だぜ。洞窟の中は薄暗い上に大きな岩が邪魔して先へ進めないからな。アドリルが必要なんかな。ケータが持っているドリルで岩を壊せばノープロブレムだぜ。あと、それだけじゃ面白くないから、もう一つルールを追加するぜ。勝手に。もし脱出する前にワルボに見つかったら、やり直しな。え？マジで？面白いじゃねえか。やってやろうぜ、ケータ。ワルボの場所はわかるんかな、こっちからは。なんか、あれってことか、もしや。あれだな。え、見つかりました。見つけたぞ、この野郎。いやにゃん、悔しいにゃん。残念、もう一回やり直しやがれ。え、あの範囲に入らなくてもこっち向いた時点でダメなのか。くっそ。じゃあこっちを向いていない時に通っていけということね。オッケーオッケー。さあ早く向こうへ向き上がれ。しこのドリルの性能では壊せない。じゃあちょっと待って。妖怪ドリルを。何に付け替えたらいいんかな。種族のメラメラドリル。これでいい？とりあえず。あ、待って、これ氷やん。氷じゃなくって、種族のドリルで。まあいいや、勇ましい。硬い岩。じゃあこれで。ピューニャンセット。勇ましい。よし。普通、このドリルで気づくと思うけどね。ここはもうずっと硬い岩だけかな。なんてことだよ、見つかったじゃねえか。なるほどね、慎重に行かなければ。おいし、スタート。とりあえずさあ、もう一回向こう向き上がれ。えい、あー、落ちたじゃねえか。あっこがゴールってことか。え、じゃあ U の字になっとるってこと？あ、U の字ではないんか。ここ普通に向こう曲がっとるもんね。どうだ？とりあえず視界に入って。よいしょ。あー、落ちそう。よし。行くぞ。あー、来るなよ。何、動くの？動くの、あんた。あー、怖っ。え、これは何、どこへ行くの？あ、こっから降りろって。あ、怖かった今。めっちゃギリギリやったやないね。え、なんか来よりよ。え、でもあれはなんか範囲とか出てない。ワルボじゃないってことかな。カッパーおるけど、なんか普通に敵ってことか。でも邪魔だな。できればちょっと戦いはしたくないんだけど。あ、でも落ちそう。ちょっとそんなところでノリノリになってんじゃねえよ。当たったじゃないか。何、道のど真ん中でノリノリになってんの。ん？あれはワルボか。こっちへは向かってくるの？どこへ行けばいいんだろう、これは。あっちへ行けばいいのか？とりあえず行くけど、なんかその辺でくるって振り返りそうで嫌やね。あっちで降りんといく。あ、これぐるっともしかして回るんかな。え、ぐるっと回るとしたら、お、どこまで行くんだこいつ。怖いぞ。え、なんか向こうにもおるやん。
マジか。あれは後ろを向いとる間に行かんといかんかったってことかな。くそー。え、ここから？あ、途中からになるん。なんだここか。カッパーがおったとこやね、これ。はいはい、行きまーす。最初からじゃないんやね。なるほど。これは？あ、じゃあこっち降りた方が早いってこと？あ、なるほど。あ、ちょっと、早く早く早く行って。次の来るから。後ろから来るから。はい、オッケー。ドリルドリルドリル。なるほどね。あっこ降りんといかんかったわけや。これ、壊してったら、あ、大丈夫か。ワルボくんじゃないね。カッパーやね。カッパー降りすぎじゃね。あ、あっこのも。ちょ、邪魔よ、君ら。君らって一人しかおらんけど。これはゴール近いんじゃない？どうよ、どうよ。岩多いな。岩多いな。あ、そろそろワルボが現れそうな予感が。大丈夫？お、これは、あ、ゴール、やった。このワルボから逃げ切るだなんてやるじゃねえか、お前ら。あー、洞窟の中を進むのって、なんだかすっごくドキドキしただに。しょうがねえな。土のドリームフロアクリアだ、この野郎。イエーイ。クエスト、潜入、土のドリームフロアバッチリ解決。やったね。いやー、ほんとにドキドキするね。ほい、じゃあこれで脱出。ちょっと一旦回復しとくか。回復。暗くてちょっと怖かったか？ワルボは平気、機械だから。まあね、まあそれを言ってしまったら。さあ来い。ん、ってことは、あ、10回ずつかと思ったけど、そういうことでもないんか。70回までないもんね。さあ次来い。次のクエスト来い。7、ラッキーセブン。これはなんかあるんじゃない？普通にラッキーフロアになるかな。さあ来いよ。正解の部屋、正解の部屋。どう？デンジャラスフロア。久々のデンジャラスフロア。ねえ、なんかちょっと久々よね。ラッキーセブンなのに全然ラッキーじゃない。なんてこと。ほい。じゃあ次の階へ。ゴーゴーゴー。はい、ルーレットを回す。さあ、来いよ。来いよ、来いよ。次は何階だい？びっくりした。555に止まるんかと思った。54階。50何階あたりなんか多いな、止まるの。で、何事？さあ、来い、さあ、来い、さあ、来い。デンジャラスフロア。やっぱり一回止まったところにはもう止まらん仕様になっとるような気がするね。なかなか止まらんやん。偶然かもしれんけど。さあ行くよ。バトルスタートー。おーし、次行くぞ。ルーレットを回す。さあ来いよ。来いよ。何回？30回。どう？来そうじゃない？さっき50回で正解の部屋やった。30回はどうすか？正解？デンジャラスフロア。もういいよ、デンジャラス。もういいよ、デンジャラス。フルファント？本当に拾んなやって。本当にいろんな奴らおるね。保留。顔面白いね。ほい、じゃあ次のフロアへ。ルーレットを回す。さあ、来い。来い、来い、来い。42。結構開けたんやけど、7つあるんやろ、あの正解のフロア。はず、あたし、なんか、持ってなさすぎじゃない？ 7 つもあるのに、こんだけ開けて正解のフロア1個、あ、来た来た、木のドリームフロア。おっしゃ、はい、キュッピー。はい、ここでセーブじゃないわ。回復をしときます。んで、え、なに？あ、こっち？
ここは一体何？木のドリームフロア。あ、先に進んでくん。で、なんか森の中来たけど。木のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。ここって森の中？すっげーリアルなんですけど。なんだかセントピーナッツパークのモクノームの森にちょっと似てるな。お前ら、このフロアをクリアする条件を今から話してやるからよく聞けよ。このフロアは霧に覆われた森の中。というわけで、ワルボと鬼ごっこでこの野郎。鬼ごっこ？今の素で。そりゃまたシンプルな。甘いな、お前ら。ワルボは最新のステルス機能で透明になってどこにでも姿を隠せる。マジか。なんですって？嘘だけどな。嘘かい。ちょっと機械が嘘つくのかよ。さあお前ら、このワルボを捕まえてみやがれ。望むところだぜ。なに、そんな素早いん？あ、びっくりした。もうおるやん、ここにって思った。今からスタート。ワルボと鬼ごっこするか、この野郎。はい。時間制限ある？それじゃあスタートするぜ。このワルボを捕まえてみやがれ。あ、特に情けやね。うわ、あった。3分以内に1匹捕まえろ。あ、何匹もおるん？さっきから目の前をちょろちょろとなんか、動き回ってるのが見えたけど。ワルボー。モプチョンちゃんと出てくるよね。ワルボ、ワルボ。フロア広くないっすか、ちょっと。え、何にもおらんけど、ワルボとか。え、一匹捕まえろ。え、いっぱいおるんよね。え、全くいませんけど。え、ワルボ本当にいます？ねえ、ワルボ本当にいます？いなくね。え、どこよ、ワルボ。肉眼で見た方が。あ、おる。待って。ちょ、待って、ちょ、待って。どこ行った、どこ行った。消えた。え、マップ上では見えんのやん。じゃあ、マップだけ見よっても全然あかんわけやね。道だけを確認するためのマップってこと。あ、チェイ、君。待って、ワル。はい。おっと、捕まっちまったぜ、この野郎。ああ、よかった。機械のくせに休憩なんかしよるけんよ。ああ、よかった。成功。なんか左上のさ、1分59秒ってやつなんか、朝の情報番組みたいじゃない？1時59分みたいな。捕まっちまったぜ。この超できる妖怪羊、ウィスパーにかかれば楽勝ですよ、楽勝。ウィスパーは特に何もしてなかったにゃん。まあ、肉眼でしか見れんって分かってからは早かったかな。お黙りなさい、この地場野郎が。地場野郎。とにかく、これで我々はクリアってことですよね。ち、仕方ねえな。木のドリームフロアクリア。イエーイ。ああ、よかった。クエスト、追跡、木のドリームフロア、バッチリ解決。ここは意外と早かったね。よかった。ん？もう終わりやろ？ワルボ、鬼ごっこには自信あった。なのに勝ち上がりまして。勝ち上がりましたよ、はい。はい、じゃあここのここのフロアはクリアね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。